皆さんおはようございます、衆議院の平井卓也でございます。もうまずは本当に九州地方、特に熊本を中心として大きな被害をもたらした、線状降水帯、この集中豪雨による被害というものは、我々コロナ禍での被害ということで一番起きてはならないと思っていたことであります。多くの方々がお亡くなりになり、また今避難されている方々もいらっしゃいます。心からお悔やみを申し上げると同時にお見舞いを申し上げたいと思います。この今の梅雨の時期に毎年九州のあるエリアにおいて間違いなく今のような豪雨が起きています。このことはいろいろな気象の変化ということもあろうかと思いますが、いつどこで起きてもおかしくない災害であるとも言えます。急流を抱えるエリアは常にこの水の問題というのを考えていかなければなりません。この香川県とてあれだけの集中豪雨に見舞われたら無傷どころか多くの被害が出ることは間違いありません。これからその気候変動に伴う集中豪雨対策というものを国全体としてもう一度その取り組まなければならないと考えています。デジタル化の時代というのは何かというと、その時間と距離というものを大幅に縮めた上でデータというものをどのように有効に使うかということが一番重要な時代が来るということであります。まさに地方都市におけるデジタル化、オープンデータやデータの利活用計画等々はこれからまさにスマートシティの一番重要な点になることは間違いありません。スマートシティの一丁目一番地のミッションはおそらくどの都市でもそれは災害対策だと思います。災害情報、そして避難所情報等々あります。いろんな物資の供給のデータの取り扱いというものもあります。つまりデータをさらに利活用していれば被災者に対する支援や防災にさらに手を先手を打つことができるというのは明らかです。